来た？映った？映ってない？もうやだ、もうやめたい。もうやめたい。もう疲れた。もういい。もうやめたい。なんでこれできないの？もうわかんない。ついてないとかみんな言うし、横で止まったとかさ、もう。やめたい。これがあるから嫌なんだよな。え？なってる？これ。もうやめたい。なんでわざわざ。なってる？これ。来てる？来てた。え、どうやって、ちかなちゃんがコメントしてる。ちかなちゃんまだ？ちかなまだ？申請してる？申請してるとは？もう一回来て、もう一回来て。ね、もう一回来て。私のルームあれするから、今から。どうやってやんの？これどこで申請されてるよっていうの見れるの？誰か教えて！ どこから見れるの？あ、これ？リクエストを送信ってやつやってみてよ。え、ちょっとわかんない、わかんない。わ かんないんだけど、誰か助けて。じゃ、一回シェアするわ。ツイッターに。こんな状態で。助けて、誰か。もう一回申請？ちかなは切った。切った？リクエスト、受信リクエストはありませんになるんだよね。受信リクエストありませんになるんだよね、誰か。ちょっと。受信リクエストはありませんになるんですよ。受信リクエストありませんになるんですよね。あ、来た。え？来た？姫が映ってる。あ、来た。よかった。マジ、あとこれが1分続いたらやめようかと思ってた。それは本当申し訳ないです。はい。じゃあ、どうしますか？いきなり、いきますか？私これ何も聞いてないんだけどさ、これなんかショールームとりあえずつけてって言われてつけたんですけど、わ はい。かんない。するかわなんかかこのルームに、ん。うん。ショッピングカードのボタンがあると思うんですけど、そこを押して、通常版を購入していただくと、ソロポスターがゲットできるんですよ。強っ！何それ？何？ なんでできこたの？れがゲットできちゃいます。恥ずかしいんだけど。私二人いるみたいになってるから、しかもちょっとなんか修正入ってて全然顔違うし。かわいいですよ。もう私はもうこれをいただきたい。私は大満足です。本当だ、ショッピングカートあるはい。ね。はい。で、どこ多か。分、その購入していただくと、画面上に飛行機が飛んできて、なんか、こう、ポトあ、ンってさっ落きち飛るんでもきのた、があさっるきと飛思うんんでですきけど、た。さっきそれね。が多分購入したよっていう合図だと思うんですけれども、
あ、そうなん、はい、はい、そうなんです。じゃあみんな全然買ってくれてないじゃん。これですよ皆さん、これです、これがもらえるんですって。これです。私今日の今のさっきまでこの配信何のためにやるかも分かんないし、はい、どういう感じでやるのかも分かんない。なんか何するんだろうって思ってたんですけど、はい、なんか近場でよかったわ相手。あ、よかったですか。私も姫でめちゃめちゃ嬉しいです、ありがとうございます。私だけだったら全然分かんないからさ。そう、はい、何してたの今日。今日はですね、午前中まで寝てました。なるほど。私はお仕事してきて今帰ってきたんですけど、はい、お疲れ様です。今ねこれ食べてたの、白エビ味。いいな。美味しいんだよ。いいな。え、普通にゲットできますか。何、普通にスーパーとかでも売ってますか。え、知らない、売ってるんじゃない。もらった、食べたいです。はい。そしてね、8月から劇場公演が再開になったんですけれども、うん、通常の公演ではなくて、現在の状況を見て、人数を制限したユニット公演になるんですけれども、うんうん、姫楽しみにしてます。何がですか。ユニット公演、姫楽しみにしてます。何がですか。また劇場で姫を見れるのがすごく楽しみにしています。あ、なるほどね、そういうことね。はい。リカ出るか分かんないけどね。やだ。え、それメンバー発表されてんの。もうゲネで少しだけ発表されたものもあるんですけれども、うん、はい。あ、なるほど。じゃあリカやっぱ出てるか分かんないや。はぁ、い、ね、待って、つかなりかがあげたワンピース着てるやん。そうですよ、やった、気づいてるの、大好き。大好き、そうなんです、着てます。今日は姫とコラボ配信ということで着てます。かわいい、りかより全然似合ってるね。ていうかさ、すごい、姫には叶いません、本当に。ありがとうございます。ね、髪色の差がすごくてさ、擦れたやつと純粋なアイドルのなんかさ。いや学級委員長が構成させようとしてるみたいになってるから。辛いんだけど。いや。そして、もう一つお知らせがあります。はい。シャーベットピンク通常版の応募抽選の特典として、新潟県の遊園地、はい、サントピアワールドさんでのイベント開催が決定しました。え、リカも出る？はい。え、リカも出る？はい。マジ？はい、おそらく。え、出なかったりがちょっと岡田社長詰めるよ。社長詰めなきゃいけなくなるけど大丈夫それ。出れるのね。はい。多分全員参加だと思います。あ、全員で出るんだ。はい、多分。やった、嬉しい。りか、新潟でイベントしたいってずっと言っててさ、世界のライブとか、多分もう今年はできないと思ってたから、めっちゃ嬉しいわ。嬉しいです。もう姫が新潟にいるだけで私は嬉しいですけどね。はい、なのでそちらは開催日時は9月5日と9月6日の2日間となります。うんうん、抽選のイベント制となるので、応募期間や詳細は後日改めてご案内させていただきますということなので、公式ホームページをしっかりチェックしてください。皆さんお願いします。そう、なんかめっちゃ飛行機来てるね。ありがとう、はい、ありがとうございます。待って、いつ卒業するんですかってコメント返していい？てめえだな、卒業しろって言ってる限り卒業しねえからな。おい、見てんのかこの野郎。ショートクロー好きです。やめてほしいって思ってる限りやめねえからな、分かったか。すいません、どうぞ続けてください。はい、ということで、じゃあ企画、はい、企画をね少しやりたいと思います。
はい。企画？題して。何分あんの？はい、あります。題して、コンビ愛を確かめよう。クイズ、好きなところ、直してほしいところ、です。あー、ダメだ。いや、もう、私は事前に書いてあります。どういうこと、どういうこと、ね、私たちの、その、お互いの、その、相手に、好きなところと、実は直してほしいところを、うんうん、お互いに言い合うっていう企画なんですよ。うん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 、で、私は、その、自分が、なんか、姫が私のことを好きって思ってくれてるところを、私は予想して、はいはいはい。っていうゲーム。私が、旦那のこと、どこが好きかってこと？はい。なるほど。はい。で、私がこう好きって思ってくれてるところ、姫が私のことを好きって思ってくれてるところの予想を今発表します。今もう言っちゃうの？はい。ちょっと待って、理科書いてないんだけど。え、これ書けばいいの？理科紙とペン用意してって言われたからさ、何のことかと思って、こんなちっちゃいメモ帳しか言う。じゃあ、書いてください。書いていいの？はい。私の好きなところを書いてください。じゃあヒントね。はい。3つトピックがあります。3つ？なんとかでなんとかでなんとかなところ。はい。わかった？はい。はい。はい。じゃあ、私、予想いきます。はい。これです。あー、言いそう、言いそう、理科言いそう。確かに、好きでいてくれるからね。めっちゃ、はい、すごいね。しかな、私に、姫！姫！みたいな感じだから、それも、そこも好きです。そこも好きですよ。違いますか？うん、違う。私はもともとこういう女の子が好きなので、はい。だからそのに当てはまってるから、めっちゃいいと思う。なんでそれ、直接言ってくれないんですか？ちょ、これ配信だからさ。やだー、ありがとうございます。素直に言おうかなと思って。ありがとうございます。では、言っていいですか？お願いします。はい。素直で、元気で優しいところ。大好き。これなんか生まれるこの配信大丈夫？愛が生まれます。大丈夫なのこれ？大丈夫です。じゃあその逆をいきましょう。うん。逆とは私のことをどこが好きかってこと？を姫が予想するんです。ああはいはいはい。はい。かったかった。分かった分かった。じゃあ、はい、待ってね、書くね。じゃあ、はい。私が予想するんだよね。はい。はい。はい、ではお願いします。運営に空調とかいろいろ言ってくれる。これね、いや、 NGT の子たちって、まあ、力に限らずそうなんだけど、はい、なんか多分私が何でもバーバー言うから、運営にね、寒いとか暑いとか理科に言ってくんの。ね、暑くない？とか理科に言ってきて、私が言えみたいな。だから私が嫌われるんですけど、結局。だけど、なんか、そう、わかる？なんか、コンビ、お腹空いたなとかも、全部リカに言ってくるのね。あー、確かに。アイス食べたいってリカに言ってきて、リカが運営に、アイス食べたいです。ちょっと寒いんですけどとか、大きい声で言える人が私ぐらいしかいないから、はい、私に言ってくるの。だから、すごい重宝されてるなって思うんだけど。それかなって思いました。だからいや、実は違います。違う、はい、違う、これじゃない。違います。
私メンバーに使ってるポイントなんてここぐらいしかないと思ってた。もうこの枠に収まりきれなかったので一言で言いますね、うんうん、一言で言うとこれです。そうかねさっきの私のアンチとの戦い見てたでしょね。いや、なんかそれも含めてアイドルじゃないですか。なんかわがまま言うところもアイドルだし、ステージでキラキラ輝くところもアイドルだと思うんです。ということはもう姫はもうザ・アイドルなんですよ。わかりますか？天皇済みだ天皇済みです、この人なのでもう姫はもうザ・アイドルなんです。いや嬉しい、でもわかるって言ってくれてる人いるね。あ、ほら、さすが。どこがなん全然アイドルじゃないけどな、まあ、でも嬉しいです、そうやって言ってくれて。本当ですか、ありがとうございます。ちょっと時間がすごく押してしまったんですけれども、実は直してほしいところだけ言って、はい、30分配信、これ30分間なんです。あ、そうなんだ。はい、なので実は直してほしいところを発表して告知して、うん、次の組に回したいと思います。はい、はい、ということで次は、うん、実は直してほしいところを予想してください。じゃあ書けばいいですね。はい、私の直してほしいところ。絶対向いてないよねこのメモ帳さこの企画にさ、なんか自分の直してほしいところを予想して書いていただけたら。私のってこと？そうです。ちかなが私に対して思ってることだよね。はい、はいはい、ではお願いします。私の予想は、でるん、かまってくれないところ。あー、それはありますね。それはあります。やっぱりリが疲れたり眠かったりさ、そのね、やることいっぱいあったらさ、なんかちょっと、ってなっちゃうからさ、なっちゃうから、やっぱそこかなって思いました。はい、じゃあ答えいきますね、はい。答えお願いします。こちらです。ありません。あいや、ここ重要ですよ、ここ。ここが一番重要です。ねえ、どうしてリカ、そんな洗脳した覚えないんだけどな。ここは重要です。いや、嬉しいよ、嬉しいんだけど。やった何がそんなに好きなのかちょっとよくわかんない。なんか、私変な子に好かれるんですよね、よく。私変な子ですか？うん。変な子。じゃあその逆をいきましょう。はい、なので姫が、うん、こう私の直してほしいところを私が予想します。はい、なので姫は私の直してほしいところを書いてください。直してほしいところ、はい、はい、書けました。はい、じゃあ私の予想を発表します。予想はこれです。愛が深すぎ、確かに確かによく言われるんですよ、愛が深すぎるって姫に。そう、なんかソーシャルディスタンスになってから、なんか抱きつけないからか知らないけれども、遠くからすごいこうやってキラキラの目で見つめてくるの。そうなんです。されてもどうしてどうしたものかといったような感じになっちゃうから、はい、あれなんだけど、はい、でも違います、これじゃないです。これ違うんですか？違う、それはでも別に嬉しいから大丈夫。お、じゃあ答えもお願いします。でーん、泣いちゃうところ。この人すぐ泣くんですよ。この人すぐ泣く。泣きますね。泣いちゃうか、でも
いつも元気で笑顔いっぱいなちかなちゃんで いてくれないと心配するからあんま泣かないでほしいなっていうのと、もうなんかねすごい抱え込みやすいから、なんか一人でこうほらわーってさ抱え込んでわーってなっちゃうじゃん。それちょっとなんか相談してほしいなみたいな、一人で抱え込んで泣かないでほしいなって思います。じゃあ抱え込んだ時は姫の胸の中で泣きます。あ、ちょっとソーシャルディスタンスなんで消毒済みでじゃあ行きますね。いや、ちょっとね、話とかは聞くからいつでもね相談してきてほしいなと思いますよ。ありがとうございます。もうそれだけで私はもう嬉しくて泣きそうです。泣くなってのに泣くなってのに。はい、じゃあ53分あと7分なんですけれども、うん、そういうことね。あなた進行してくれてんのね、今気づいたけど、はい、じゃあ申し訳ない、こんなチャランポランが急に配信していやいや待って申し訳ないです、すいません。いやいやいや、とんでもないです。姫とコラボ配信できただけで私はもうもうそれだけで大満足なのででも見て30分で9000人見てるよ、すごくない？すごい、さすが姫。いつももっと見てる？わかんない、理解。私のところが今3369なんですよ。うん、で30分でこんなにいかないんです。でも2人でさ合わせてさ、2人で合わせて1万2000回見てるよ。やったすごい。あ、やった、嬉しい。やった。じゃあ次の企画はなしで少しお話ししましょう、姫。次の企画もあったの？あるんです。夏の575クイズっていうことで、俳句575なん？そうです。あ、575です。で俳句を組むっていうのがあったんですけど、やりますか？誰が考えたの？いや、わかんないです。ちょっと企画考えたやつ出てきてほしいよ、マジで。話し合おう一回、リカと。そうなんです。その五七五あるんですけど、どうしますか？うん、うん、やんない、大丈夫、やんない。じゃあなしで、うん、全然いいよ。じゃエンディングですね。もうエンディングいきます。うん、エンディングなんだ、もう。はい、もうエンディングなんです。何か展開早すぎて分かんないんだけど、うん、分かった、エンディングね、はい、エンディングいこう。はい、ということで私たち2人の出番がもうあと5分で終わりなんですけれども、じゃあこれ終わったらもうやっちゃいけないの、ショールーム？いや、この次の組が21時から21時30分までなんですけれども、その後だったら大丈夫。あ、ミーハットはるか村だ。そうです。これ収集つくか、ツッコミねえじゃん。やばいですよね、このお二方。ちょっとね、最後でしょ、しかもふわーっとして終わるじゃん。ねえ、ふわーっとして終わるじゃんね。組んだ方すごいですね。もうここも、ね、ここもすごい、本当にもうありがとうございますですよ、組んだ方。いや、ここはさ、まださ、しっかりしてるからさ、うちら二人ともね。自分で言うけど。してるからさ、なんとかなるけどさ、大丈夫かな、ミハとハルカ村は。いや、告知とかちゃんとできる？カート、今どれぐらいの人が買ってるんだろう。どうやって見るんだろう。見れたりするのかな。これどうやって、あ、これだ。あ、すごい、たくさんありがとうございます。すごい、こんなにありがとうございます。買ってくれてる？はい。あ、すごいすごいすごい。ありがとうございます。あべ、また誰か通報しそうになっちゃった。やめてください。ありがとう、みんな買ってくれて、ありがとうございます。ソロポスターがもらえるそうなんで、はい、はい、また告知となるんですけれども、このショールーム内でショッピングカートのボタンがあると思うんですけれども、そちらで、うん、通常版を予約購入していただくと、メンバーのこの私か姫のの、でこの30分でしか買えないってこと？そうです、この30分でしか買えないんです。もっと告知すればよかった。ポスターがね、ミニポスターがいただけるので、うん、
ぜひ。ちょっと待って。え、ちょっと待って、ポスター変えるよってみんな言ってきてよ。ちょツイッターでさ。あと3分です。あと3分。あと3分しかない。あと3分しかないって。あと3分しかないよ。はい、みんなもう心残りない？そうですよ。こんな可愛い姫がゲットできちゃうんですよ。やめて、やめて、やめて、やめて。修正されてるから、私と比べられちゃう、今の私と。しかも、その時、髪の毛暗いからさ。こんな可愛い姫がね、ゲットできちゃうので。もちろん、私のもあるんですけれども。うん。はい、ぜひ、ゲットしていただけたら嬉しいです。近野の見してよ、近野の。私の、こんな感じです。見して、ちゃんと。ほら、見して。可愛いじゃん。そうです。顎に手添えるマンじゃん。これです。私もぜひゲットしていただけたら嬉しいです。はい。いいじゃん、いいじゃん。あと2分ですね。そしてまた、再度お知らせになってしまうんですけれども、8月から劇場公演が再開するということと、シャーベットピンク通常版の応募抽選の特典で、新潟県の遊園地サントピアワールドさんでイベントが開催いたします。はい。のでそちらもチェックしていただければ嬉しいです。お願いします。はい。で、あと1分になってしまったんですけど、スクショタイムどうしますか？あ、じゃあこっちでしょ、こっちでしょ、こっち。これで終わらないか。大丈夫ですかね。はい、バイバーイ。ありがとうございました。みんなありがとう。ありがとう。はい、21時間もあるのでぜひお願いします。みはるさんと大声の配信見てください。ありがとうございました。バイバーイ。姫元気で。あ、さよなら。また LINE します。さよなら。これどうやって終わるの？もう切れるか。多分自然に切れます。あ、はい、はい、さよなら皆さん。1万1000人ありがとう。わー、すごい、ありがとうございます。これ自然に切れますよね、きっと。多分、え、切れるよね。切れない？今切れてないです。切れると思うんですけど。消えないよって言ってるよ。切れないの？じゃあ切ろう。じゃあ、切りまーす。バイバーイ。ありがとうございました。